制服前に X 線写真を確認します。この例では中間節の後方脱臼が見られます。都主制服の前に神経と血管の診察を行います。頭骨動脈及び尺骨動脈の脈拍が触れるか確認し、次いでキャピラリーリフィルを見ます。 頭骨神経領域である磁子と中肢の間の近く、正中神経領域である磁子、舌骨神経領域である小肢の近くを確認します。手指の進展により、頭骨神経、母子対立運動により、正中神経、種子の外転により、舌骨神経の運動機能を確認します。